どうも、いきなりなんですけど少し真面目な話をさせてもらっていいですか？はい、どうもピョキンです。今日はいろんなコースやっていきますが、僕のチャンネルはですね、トロールコースと一発マリオを主流にやってるわけなんですけど、今日はいろんなコースやっていきたいと思います。まず最初のコース、爆速間違い探し2ということで、強制スクロール間違い探しです。間違いを探して進みましょうって書いてるんですよ。ということは考える時間をあまりくれないっていうことだろうね。それじゃあ早速やっていきますか。ぜひ皆さんも参加してください。さあ、ここは一番左のこのフラワーだね。結構簡単なんじゃない？ここも一番左だね。これ間違ったらどうなるんだろうね。ここは真ん中。よし、楽しい。ここはどこ？うわかんねえ。今のワンワンのところわかった？こういう忙しいのめっちゃ好きだよ。たださ、正解したところでみんなに何が正解なのかを伝えることができないかもしんない、忙しすぎて。そして次の場所、この場所なんだけど、なるほど、犬に羽が生えてるってことか。いや、これは簡単だよ。ここはブロックが違うね。ここは背景が違います。さあ次はなんだ、どんどん難しくなってくるんじゃないのか。ここは滝も、そしてこれはここでねえの、なんか矢印の向きが違ったね。そしてここは雲、やべ、息ができない、息ができないぐらいバグを忘れてしい。これは分かった、一番左羽が生えてないね。ここも向きが違います。さあここまで無事に来れました。中間ポイントかな。さあ中間ポイント取れたね。ここ一番右、やべ、何これ、どこへ行った。このコース、この動画見てくれてる方の中でさ、一緒にやってくれてる人いると思うんだけど、考える時間が本当に少なくて難しいよね。そしてさっきこんな問題あった。え、テレサとかカフェとか出てきたっけ。絶対見てない、さっきと違うパターン来てるんじゃないの。さあ次は一番右、ここはちくわブロックだね。さてここはカエルの後ろになんか雲みたいなのがないよ。そうしたら次は真ん中、さっきのバーの向きなんかな。それを瞬時に見極めるのが本当に難しいね。一番左、ここだけ左向きになってるね。一番右がここか。いいね、どんどん難しくなってきてるよ。大満足だね、この M キング。違う、 M キングじゃねえ、どっちかって言ったら僕は S なんだ。このコースよく見たらさ、右にブロックとコインがあるじゃん。それ問題に正解したらブロックが一つずつコインになってるっていう感じだね。そんでさっきのバブルの場所なんか違うか分かんないんだよね。まあ、真ん中を行けばいいっていうのはさ、もう2回ミスったから分かるけど、ここなんか違うんだろうね。ちょっとよく見ていい？なの、背景が一つだけ雲なのか。そしてここは真ん中だね、一つだけつながる。これは一番左、背景に何もない。よっしゃ、来た。これは間違い探しっていうことか。赤だけ違います。ここに行けばゴールが待ってるみたいな。やっほいや、このコース本当にめっちゃ楽しかったね。爆速間違い探し2って書いてたから、きっと1もあるんだろうね。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ドッジオブキャノンボールということで、あの砲台から出てくる弾でドッジボールをしろっていうことなんかな。これね、人気ランキングであったんだけど、めっちゃ面白そうだったからダウンロードしてきたね。それじゃあ早速やっていきますか。このマリベでね、ドッジボールをしろって言われてもね、全然想像がつかないよね。まあ、小学校の頃さ、運動場とかでドッジボールするの好きな方いなかった？体育の授業がドッジボールだったらめっちゃ上がるなみたいな。そしてこれこういう風に進んでいくで合ってんのかな。まあ、これしかないよね。で、今の小学生のもう昼休みの運動場っていうのから何が流行ってんのかなと思うんだけど、僕たちの時代はさ、なんか軽泥とかフットボールっていうのかな、足で野球をするみたいなのがあるんだよね。ちょっと待って、ここ動けないんだけど。待って、全然動けない。中間目の前あるんだけど、いや、こうやってゆっくり行けばまずやられることは絶対にないと思う。さあ中間を取った後だよな。これよりもっと難しくなるっていうことでしょう。さあ無事中間が取れました。もうちょっと考える時間くんないかな。まさかこの扉に入ってさ、右に走ってドアに入らないけんとか思わんよね。いや、今絶対当たっちゃうやんか、マリ。そしてここは、なるほどね、ここはすぐ真ん中に行けと。そしてこっからすぐ左に行くで合ってんのかな。そして一旦止まって左にダッシュしてドアに入っていく。さあ次は何が来るんでしょうか。わかるか、そんなの。いや、ここ絶対難しいよ。左にダッシュしながら、そして砲台をかわしてすぐ左に行く。いいー。
これマジ好き、こういうのほんといいね。それじゃあ次こそ行くよ。常に左ダッシュだね。そしてギリギリでかわしてすぐ左、これなかなかいいんじゃないの、さっきより。よし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 、まだ難しいの来てもいいよ。難しいの来るっぽいよ。最後はどんなんが来るんでしょうか。なるほど、上の玉が動くっていうことね。この玉をかわしながらあの鍵を取って戻れっていう感じ。これそんなに難しくないんじゃないの。さっきの方が全然難しいよ、見てて。いや違うんだって、これね、分かった、一番上が難しいね。やっぱ玉が近くなればなるほどめっちゃ難しくなるね。この赤い玉だけとりあえず気をつけながら行こう。そしてここでなるべく右にダッシュで、遅い玉のところに追っておいて、カカカカカカ。いやこれでもういけるよ。よっしゃ、もうクリアなんじゃないんですかね。最後気をつけていきましょう。さあどうだ、クリアなんですかね。さあ1キャップを取って最後に2キャップしていこう。いや見た、右の方にも砲台が隠れてたね。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ザ・ノンスピンフライゾーンって書いてるんですけど、おそらくね、羽を取ってもスピンしたらいけないっていうコースなんじゃないかなと思って。でタグにさ、またオートスクロールって書いてるんですよ。上等じゃねえか、さっきの爆速間違い探しでオートスクロール、もう目は慣れたよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.11%でね、結構珍しいと思うんだよね、マントマリオが主流のコースって。意外とあんのかな。まあ僕ね、普通のコースあんまり知らないからわかんないんだけど、ここは右に行く？それとも左？左でオンオフを一旦変えてみよっか。あ、スピンジャンプはしていいんだね。さっきスピンジャンプしたらいけないかもって言ってたんだけど、スピンジャンプして良さそうだね。ここもスピンジャンプしてこのまんまブラッパーを倒す、そしてこのドアに入る。簡単じゃん。いや余裕だよ。さあここはどうすればいいんだろうね。一旦スネークブロックに乗って飛んでみる。これで合ってんの。いやなんか違うような気がするね。ここどうやって行くんだろう。右にオンオフがあるんだけど、とりあえずオンオフの場所まで飛んでっていい。こっからオンオフして、そして、あー分かった分かった、なるほどね。今左のスネークブロック乗れなかったけどさ、ここで先に乗っておいて、でバネに当たるじゃん。そしてここでこういう風にすれば先に進めるっていう感じだね。さあヤッホー、超ギリギリ。さあここで中間ポイントもらえるんじゃない。でこっからオートスクロールの開始っていう感じかな。一旦右にダッシュしてビッグじゃん。今何が起きた、足が滑ったのか。マリーちゃんと滑り止めの靴履いてこいって言ったじゃん、今日忙しくなるからさ。じゃあここは一旦、なるほど、この砲台の上に登っていくと。いやこれちょっとシビアすぎない。そしてこっから上でスーパービヨンが来るよ。スーパービヨン、これ取っちゃダメなの。なるほどね、フラワーも取ったらいけないのか。この攻撃って楽しいよね、このマントで落ちてからの上がって地震攻撃って。さあここで私はまたアイキャンフライからのアイキャンフォール、そしてアイキャンフライ。よし、いやこっからまだ未知の世界だよ。もうなんとなくでいけるから頼む、先に行かせてくれ。いや来たんじゃない、これはホールド、そしてこのコース最高。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ぜひピオキング様にやってほしい。ワールド1の1へかける大量の魚ということで、説明文を見てみると、最初はトゲゾーンにしてましたが、なんか違うなと思いまして魚にしました。おそらく僕がよく使うセリフでもある魚というものをイメージした1の1なんじゃないんでしょうか。そしてね、このコースチャレンジ数はそんなに多くないんだけど、まだ誰もクリアしてないんですよ。ということは難易度は未知数だね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 いや久しぶりだね、1の1系のコースって。そしてみんな気づいてたかな、僕が1の1系のコース出す時って基本的にトロールコースと一発マリオはしてないんですよ。そして最初にファイヤーくれたけど、ナイス親切設計だね。魚は全然出てこないけど。いや出てきた出てきた、なんだこの野郎。でもこっちはフラワー持ってんだぞ、焼き魚にでもなってしまえ。まあこんだけだったらさ、まだそんなに難しくないような気がするね。ちょっと待って、カオスすぎ。4つ目のとか、いや、やっぱり入れないよな。待って、ファイヤー欲しい。いや一気ハッパーいらないんだって。まずいまずい、これは。いや待って、マジどっかでファイヤー欲しいよ、頼むって。魚
この最初に取れたファイヤーマジで重要だね。これをどんくらい残すかによってこの先進めるかどうか重要になってくるよ。そしてさ、なるべくこの魚倒してった方がいいね。そうしないと後でマジでカオスすぎる状況になるからさ。そして右の方にね、このハテナブロックがあったのが見えたんだけど、これこれこれが頼むファイヤーであって頼む悔しい。さあみんな戻ってきたね。ここでキノコ状態だったら楽勝でこのフラワー取れるし、さあこのフラワー取っていきましょう。一旦上の方に行ってみる。そしたらさ、このチューリップ3体もいいのか。もうやめろって、休んでいいって、もう出勤しなくていいって。今日はたまに、いやここスターあるんじゃないの熱すぎ。ここでスターは新鮮すっげーすぎる。でここももしかしたらフラワーみたいな、やっぱそうだろうと思ってました。一旦この魚ども駆除しておこうか。駆除しておいた方がいいよ。いや待って、フラワーよしよしよし。そして一旦また上に逃げておこう。もう邪魔すんだって、頼むって。これ以上これ振ってこられたらまずいもうクリアできる気がしねえ。みんな正直なこと言っていいかな。もうしたくないだね、このコース。もう理不尽じゃない、こんなに降らせてくるなんてさ。そしてもうすぐゴールがあると思うんだけど、いやファイヤー状態残してるよ僕。頼む、もう休んでいいんだお前ら。もうそんでもう疲れたでしょ。頼むこの先、いやもうこの状態だったら絶対クリアできるはずだよね。早く早くゴールがあって、頼む。いや大丈夫、まだクリアできるね。どうもありがとうございました。あのね、みんなこんなこと言っちゃいけないかもしんないんですけど、疲れたねいやマジでさっきの1の1で体力奪われたね。マジで100回ぐらいやり直ししてると思う。そんくらいぐらい難しかった。なんでこれで最後にしようかなと思います。バザージュニアハドロンコリダーということで、説明文にですね、ハイスピードプラットフォーミングって書いてるんですよ。なんでおそらくジャンプコースだと思うんだけど、それを早く進めと、そういうコースだと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.29%。 さあハイスピードというコース、どういったハイスピードなんでしょうか。まず扉に入っていきましょう。なるほどね、こういう感じのコースね。ドッスーが砲台を押してくれてるっていうわけか。いやすごい好きだよこういうコース。反射神経を要するね。みんな任せて、反射神経僕得意だから反射神経が得意ってなんだ。今僕おかしなこと言わなかった。さっきこの辺でやられたよね。いやこれは矢印の通りに行けば大体いけるっていう感じか。やっぱりキノコはくんねえか。一気あってもらってもしょうがねえんだよ世界のコースで。あ、今度は次はどんな感じ。うわ、なるほどね、あの砲台の弾に乗っていけっていう感じか。いやこういうスピード感のあるコースって本当に好きだね。見てて気持ちよくないかな、こういうスピード感のあるコースって。さあここでナイスパウサマ。さあここで出勤します。石親父を捕まえました。マリオ警察、ここで出動したいと思います。砲台 ABCD 行けるか。はい行け。いい感じだ、揃ってるじゃないか。もう一度行けるか。やるじゃないか。そろそろ終盤だ、踏ん張るんだ、私たち頑張ります。さあここでもう一度、さあ中間ポイントも取ってラストだねきっと。こっから、うわちょっと待っていや全然わかんない。こっから右にジャンプしてもう成り行きでいこういや違うんだって。でね、ここ気づいたんだけど、きっとコインの場所に追っておかないとダメなんだよ。コインの場所に追っておいたら全てが回避できるっていう感じだね。でさっきここ行き過ぎちゃったからさ落ちたんだけど、ここでジャンプ。いやこっちの方がさっきのより簡単なんじゃないの。そしてここも真ん中とオンオフ、そしてうれよっしゃこれでゴールでしょ。なんかさピンポイン集まったけど鍵は手に入れてないよね。え、まだあんの。いやちょっと待って、まだ聞いてない。いやこれは難しいでしょ。あ、よかった、こっからだね。てっきり3回目の砲台の場所からだと思ったんですけど、それでここもコインの通りに行けっていう感じか。いや全然いいんだけど、これマジで実況しながらだったらできないかもしれない。やべ、過呼吸になる、過呼吸になってしまう僕はいや絶対これ言ったでしょ。さあこれでゴールしましょう。なんだあいつはまあ無事にクッパジュニアを捕まえたという設定で、どうもありがとうございました。
きなりなんですけど、少し真面目な話をさせてもらっていいですか？つい先日ですね、チャンネル登録者数が9万人を突破することができました。ありがとうございます。で、ツイッターでも言ってるんだけど、銀の盾をライブで開封することができたらなと。それが僕の数年前の夢でした。その夢も今叶えられそうな一歩手前まで来ていることに自分でも驚きを隠せません。何度も何度も叩かれまくって、いくら実況をやめようと思ったことか、その中でも皆さんの温かい言葉に何度救われたことか数えきれません。僕以上にアンチがいる人がいるのかと思うくらい来てる来てるわけなんですけど、まあでもそのアンチの方っていうのは自分自身をより良くするための必要な情報だと僕は思っているんですよ。まあ自分でこう言っちゃうのは恥ずかしいんだけど、例えばさ、僕のことが好きな方がいるとするじゃん。そういう方は僕のどんな動画を見ても好きっていうフィルターがかかってるから、どの動画を見ても好きでいてくれると思うんですよね。だから悪いところが見つけられないみたいな。でもね、アンチの方っていうのは自分の悪いところを容赦なく言ってくるから、そういうコメントも真摯に受け止めて、今後自分のチャンネルの発展の材料にしていこうかなと、そう考えております。すいません、ちょっと長くなってしまいました。ということで、私ピオキング10万人に向けて今後も頑張っていきたいと思います。そしてこの動画を見てくださってる皆様、大変恐縮ですが、いつもはこういうこと言わないんですけど、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まあ作り置きのエンディングでは言ってるんですけどまああのエンディングはなしにしといて、あれもう定型文みたいなもんだから。はい、ということで今後もよろしくお願いします。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。